こっちのゾウさん元気だね、うん、でも最近俺のゾウさんこんなんだよね。何のゾウさん？え？何のゾウさん？あ、はい、失敗です。ペロが俺を面白いと思えば、ね、1点から10点をもうちゃんと公式につける、うん、ペロが面白いと思ったら1点から10点つけて、okay。 はい、今のは0点。0点、分かんなかったからね。はい、分かんなかったね。おい、そんなばっかじゃん。なんで言う前に笑ってる？え、わかんない、これ見て。あ、こういうやつマッサージだよね。違う、ボケないと、ボケないと。見て見て。違うんだよ。あ、違う、俺のこっち。何点ですか？はい、3点。おー、3点。もしもし、もしもし、はい、ガソリンさんです。もしもし、あ、そうですか、高いですか。まあ、この時代はね、値段はそんな感じですよ。何点？5点。あーし優しいね。これね、あげるよ。3回やって1、2、3。お願いを秘密叶える。本当に？本当。じゃあ俺。でも、はい、女の子禁止。女の子はダメ、うん、お金は禁止。お金ダメ、うん、自由は禁止。自由禁止。なんか人間の最大三大欲求みたいな。あ、食べ物もダメです。食べれない。寝るしかできないじゃん。寝るしかできない。寝るのはいいの？寝るはいい。でも寝るのあんま興味ないしな。じゃあ魔人さんと結婚。結婚？ダメだ、だって 女の人と結婚できないんだ。じゃあ俺はもう今のいる妻とも別れないと。あ、そう、いや、今の妻のままでいいよ。いや、ダメだ。だって今女ダメって言ったし、お金もダメだ。全部捨てなきゃ、俺は持ってるもの。じゃあ離婚する。じゃあ何が欲しい？離婚する。え、それは最初の？うん、いいですか？いいよ。いいですか？いいよ、離婚する。ただ、もう離婚した。でも？でも？自由は禁止でしょう。はい。ってことは？ってことは？今自由でしょ。はい。それはいけないでしょ。ってことは？ってことは？またじゃあ結婚しないといけないんだ。そうだよ。じゃあ元に戻してください。二つ目。オッケーです。二つ目。じゃあ三つ目は？ベロちゃんが幸せになればいいね。ああ。もう点数が欲しいから超頑張ってんだよ。いやね。じゃあ三点、三点。三点？はい。超優しいよね。ビッグおっぱいボンボン。何点？2点。お客さんの未来を見てあげるよ。本当に？本当ですよ。ね、明日はアンコールワットに行くでしょ。あった、合ってる。あ、多分行く。合ってるよね。行く予定です。あったは日本人ですよね。合ってる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 よね。日本人です。もう次当たったらもうね、本物だね。あなたはユーチューバーだよ、うん、いや、そうでもないかな。あ、そうでもない、うん、疲れた。もうなんかベロに勝てる自信がないから、ベロの勝ち。私言うこと聞くよね。いや、はい、決めて。じゃあ、ヨヘの負けだから、サソリかヘビ、ちょっとヨヘは選んでいいよ。オッケー。でも、うん、俺が次に買った時はマジクモ食べさせるよ。え、やだやだやだ。よかった今。クモはちょっとなんか、ね、クモって言われたらね、あ、仕返しクモつまんないなと思ったけど、うんうん、ヘビとサソリだから、うんうん、俺は頑張って食べる。その後ベロにクモを食べさせるために。オッケー。じゃあ探しに行きましょうか。はい、行こう。オッケー。